はい、富士壺の話、富士壺の話。まあネットとかで動物のね、あの動画とかをね、動物レスキューの動画とかを見てるとですね、ウミガメに富士壺がいっぱいついた動画が出てきて、で助けるみたいなね。ウミガメの背中の甲羅の部分とか足とか頭とかに富士壺っていうね、まあ貝殻みたいなのがボワッとついちゃって、でそれがいっぱいつきすぎてちょっとグロくなってると。で亀としても動きづらいから、なんかこうね、具合悪そうみたいな。でそれ人間が助けてあげて取ってあげるっていうね、そういうまあ親切動画といいますかがあるんですが、私もねそれやった方がいいと思うんですよね。やった方がいいと思う。亀も喜ぶし、人間もやったぞっていうね、満足感があるから、はい。でやった方がいいんだけど、やってる人もね素晴らしいと思うんだけど、一つだけ違和感がありまして、はい。富士壺って自然のものですよねみたいな。富士壺って自然界にある自然のもので、自然の現象ですよねと。はい、そういうことね。これがね、人間が設置した網とかねが亀に絡まっちゃって亀が苦しんでると。で網を取って切って取ってあげると、これはね人間の仕業なんで、人間がねそれを取ってあげるのは、まあ、当然だと思うんだけど、富士壺は自然界のものですから、はい、だからそれいいのかなみたいな。富士壺は亀を取って食いやしませんけども、亀の寿命を縮めるっていうねこともあると思う。動きをねしづらくしたりするからね。だけどそんなこと言ったら生態系の問題なんで、例えば狼が野生の鹿を取って食うと、狼が野生の鹿をね襲って食うと、で鹿かわいそうだから人間がね銃で狼を撃ち殺すみたいなね、それはいいんですかっていう問題ですよ。で狼っていうのはこの山にいる、ね、野生の鹿を襲うんだけど、この狼がいないとどうなるかっていうと、鹿が増えすぎちゃうんだよね。で鹿が増えすぎちゃって天敵いないから、で山中の草を食べ尽くしちゃって、で結局ハゲ山になっちゃって、で鹿もそこにもう草がないから絶滅するみたいな、ね、みんないなくなるみたいな、そういう生態系のバランスを崩すような、こともあり得るんですね。で狼結構大事なんですよね。弱った鹿を食うとかね、はい、逃げ遅れた鹿を食うとか、でこう鹿のね数を調整してくれるみたいな。鹿の数が多い時は狼も増えるわけだから餌が豊富だからね。だから鹿がもっと食われると。鹿の数が少ない時は狼も飢え死にするから、狼の数が減って鹿が食われない、また増えるみたいなね。そういうスタビライザーみたいな、安定装置みたいな、そういうことがあって、狼も一定数いるし鹿も一定数いるっていう、そういう状態が続くと。で山もね、鹿が一定数なんであんまりハゲ山にならないっていう、そういい好循環が生まれるわけね。だから狼とて鹿かわいそうだけど、自然のものだからね、自然生態系だから、それをあれするのはどうかなみたいな感じで。で亀だって富士壺自然のものですからね。で亀がいかに苦しんでてもですね、そう富士壺の生態系の役割もあるから、だからそれいいのかなみたいな感じで思うわけです。うん、まあ目の前のね苦しんでる亀見たら助けちゃうだろうし、それに対して批判されないと思うんだよね。だけど富士壺だって自然界のね人だから、人っていうか自然界のものだから、だからいいんですかみたいな、そのバランス崩しちゃっていいんですかみたいなね、うん、そんなことをねちょっと思いましたね。